久保さん、お金持ちブランディングって、どうなんですかね。まあ、どうなんですかねっていうのは、やっぱ、ないけど、それを装うっていうのがどうなのかなっていうところで、別に、あの、本当にあるんだったら別にいいんですけど、<laughs> ただね、お金持ちで、確かに、あの、集客できます。お金持ちブランディングは集客はできます。 うんでも結局そのお金持ちブランディングで集客するとどういう現象が生まれるかっていうとあのー、自分じゃなくてお金が好きな人が寄ってくるっていうねうん要はその人に興味があるんじゃなくてその人がやっているお金の稼ぎ方に興味があるみたいなだから結局そのずっと継続したファンになりづらいですねだからこれでビジネスし続けるっていうのは実はちょっと難しいんですよ でなおかつそれがボロがあるんだったら、なおさらですよね。うん。だからまあ、一番いいブランディングっていうのは自分ブランディングですね。等身大の、等身大の自分ブランディングですね。等身大の自分ブランディングっていうのが一番いいんじゃないですかね。うん。なんか、あの、ブランディングって何なのかっていうと、差別化じゃないですか。一言で言うと。 他者と差別化する。ただそれだけじゃないですか。だから等身大の自分って他と一緒ですかっていう。多分他と一緒はありえないですよね。顔も違うし、目の、目も、目の大きさも違うし、声のトーンも違うだろうし、なんか、なんか全部一緒ってことはありえます。ないですよね。うん。 だから、等身大の前、まあ、昔ね、世界に一つだけの花っていうのを、200万枚ぐらい売れた、300万枚かな、相当売れたと思うんですけど、世界の一つ、世界に一つだけの花でいいと思うんですよ。で、それを発信すればいいわけなんですよ。ね。でもそれを発信しなければ、その世界に一つだけの花っていうのは、どこにあるのかわかんないですよ。だけど、発信すれば、どこにあるかわかりますよね。うん。だから、なんだろうな。 あ、そうそうそう。アラサーちゃんでしたっけ荒、んじゃあ、なんだっけな。久保さんの即可熟成さんの中で、女性の、あのー、人いてますよね。うーん、あのー、なんだ。あの人結構ね、再生数持ってる動画もあるし、チャンネル登録者数5000人ぐらいいたような気がするんですけどね。あれ、こんないたんだ、みたいな。アラサーちゃん、アラサーちゃんでしたっけアラ,サアラサーちゃんじゃないか。アラサーではないね。 何だっけな女性の。ちょっと名前すいません忘れちゃいましたけど。<laughs> あのー、なんか前、たまたま見たんですよ。俺そしたら、おなんか、奥ま、ちょっと待って、なんとか合宿、合宿、なんとか合宿やってたんですよね。なんだっけな何 <laughs> でしたっけすいません、久保さんとはすぐね、分かりますけど。あのー 生活保護の合宿。あ、あやさあちゃんだ。あやさあちゃんですね。あやさあちゃんだ。あやさあちゃんが、あの、低辺,辺、低辺、低辺長者合宿開始。低 <laughs> 辺長者開、低辺長者開始。こう、千百回,回し、回してますよ。低辺、低辺長者合宿開始いいっすね。開始いいっすね。これ、あらさあちゃん、あやさあちゃんか。 6000人いてますよ。そう。うん。そう。これね、すごいなぁと思いましたね。回してんなぁと思ってね。うん、でつ、回してるっていうのもまあすごいなと思ったんですけど、やっぱ続けてるっていうのはね。だから情報発信がこれ、ね、しかもメンバーも作ってんじゃないですか。メンバー。<laughs> メンバーになるっていうのは入ってますよ、これ。すげえな。 これ多分ね、人気ので45万回回してますね。じゃあこれ45万回回してるね、動画どういう内容かっていうと、精神病院、リアル体験談。私は20歳でおむつ生活しました。え、等身大じゃないですか、これ。<laughs> まあ、あのー、等身大ですよね。うん。精神病院の中はどうなってる入浴保護編。入浴介護編。うん。ま、あやさ、あれですね、あやさあちゃんはでも、もうキーワード選定というか、 パン,パンチの使い方光の当て方はうまいですね。うん。そう。ど、どうすかねな、な、あの、例えば、まあ、綾沢ちゃんの発信で言うならば、あの、もしお金持ちブランディングしか集客ができないっていう、もし、うん、理論があるんであるならば、 あやさちゃん生活保護で集客してますよって話で <laughs> うん生活保護の動画で1万回ぐらい回してますよね。うん。そう。だから、等身大でいいと思うんですよね。うん。ただ、まあ、なんだ。うん。これもどう商品を売っていくかなんですよ。要は、お金持ちブランディングをして、 例えば、じゃあ1万円稼ぐ方法だと売りづらいですよね。売りづらいっていうか売れないことはないけど、お前そんなにね、お金持ちしてんのに <laughs>、その方法かよみたいなね <laughs>。でも、生活保護でも、生活保護の私でも、20分の作業で1万円稼いだ方法に興味ある人いますか興味ある人いますよね。うん。 久保さんもなん,かさなんかさっきこの昨日だったかななんか20分で8000円稼いだみたいな SBI のなんか銀行の自己アフリートですかねあれ確かに。なんかカスタムサムネイル見たんですけど。うん。だからそれでも売れるわけですよ。うん。で、あとはどの階層に行きたいのかって話ですね。ど、どの階層に、あの、いろんな階層っていうのはあるんですよ。まあ大きく分けると、あの、一般の例えば年収300万、200万 400万ここあたり,、うん、ここあたりがまあ一般じゃないですか。で、その下の層っているじゃないですか。うん、じゃあ、この下の層にリーチしていくのか。じゃあ、この下の層でも売れる商品なのか。じゃこの一般層に売れる商品なのか。それとも、年収500万から1000万ぐらいの間の層なのか。それとも年収1000万以上の層なのかっていう、この層,層になってるわけですよ。で、その層のどこをターゲッティングにしていくのかっていう。 であとは、その自分の等身大の自分で、どこの層までアプローチできるのかっていうね。まあこれはちょっとね、マーケティングでちょっと深くかあの講義になっちゃうんで、この辺にしときますけど、長くなっちゃうんで。あとは、まあどこら辺の人とお付き合いしたいのかっていうのは自分で選択すればいいと思いますし、例えば、あの、実際に売ってみて、ここの一番下の層と、 あの、やり取りするのは難しいんであるならば、違う層をターゲッティングしてやればいいだろうし、じゃあ、ここに売る、ここの層にリーチするためには、自分、等身大の自分でね、えー、発信したときに、どう響くのかって話なんですよ。ただ、これはね、まあ、一言で言うならば、僕が使っている手法を一つシェアするならば、等身大の自分だとしても、結局、あの、教える、情報を教えて、 まあお金を稼がせるっていうものを売るんであるならば、結局その、うーん、教えたその人がどれぐらいの結果を出したのかっていうのが、エビデンス自分のエビデンスがなかったとしてもですよ。自分のエビデンスがなかったとしても、教えたその子が結果が出ていれば、その教えたその子の結果を使ったエビデンスでリーチできるんですよ。どこの層に。 まあ、でも、上すぎるとちょっと難しいですよ。前沢社長あたりは、まあ絶対無理なんですけど。<laughs> ある程度の層までは、その、なんだ、自分に結果が出なくても、お客さん、あの、そのね、弟子とかお客さんにその結果があれば、あのそれをエビデンスとして使えばいけるわけですよ。だから僕はそれでいってます。 僕はお金持ちブランディングはしてないですけれども、熟成産の結果を出すことによって、あ、この人から教わるとこういう結果を出,さ出した人はいるんだなっていうのをめちゃめちゃ出してます。だから自分が稼い、だって、あの、これはよく言うんですけど、その箱根駅伝の監督ですね。箱根駅伝の監督じゃない。青山学院の監督ですよ。青山学院の監督って本も出してますけど、もともとサラリーマンだったんですよ。で、今はちょっとすいません。監督交代してるかわかんないですけど、 4連覇ぐらいしたんですよ。だからサラリーマンですよ。なんかもともと駅伝選手のなんかオリンピック代表選手だったのかとか、そういうエビデンスないですからね。もともとサラリーマンですよ。え、でもさ、もともとサラリーマンでも、え、箱根駅伝4連覇したりすごくないですか <laughs> うん、だからね、あの、自分が稼いでるとか稼いでないとかではなく、一番大事なのは、自分に信用があるかどうかなんですよ。 もう一いますね。自分に信用があるかどうかです。うん。だそれが一番大事だと思いますけどね。うん。でもなんか、うん、そこじゃなくて、表面的なところにみんな気にしている。まあ確かに表面は大事な部分ありますよ。大事なところあるんですけど、もっと大事なところは、えーうん、その、内ブランディングせ、ね。内 <laughs> から出るブランディングじゃないですかね。そう。 うん、外見ブランディングじゃなくて内見ブランディングじゃないですかね <laughs>。そう。うん、だから僕がその、この再生数でずっと売れ、売り続けて4年間自由にやっているのは、うーん、等身大ブランディングをずっとやってきたからですね。だから僕、だから僕いろんな商品売れるんですよ。本当にいろんな商品売ってます。 だ毎月商品売ってますけど、まあ、ありとあらゆるいろんな商品売れてます。で、なんでかっていうと、この前も、あの、ブックメーカーのね、商品、まあ、アフリエイトというかね、ジョイントして売ったんですけど、お客さんに言われたのが、いや、吉谷さん、まあ、セールスレターもね、めちゃめちゃ作ったんですけど、お客さんに言われたのが、なんだ、まあ、セールスレターは別に読まなくても、吉谷さんが紹介するんだったら間違いないと。だから、読まずに、あの、入金先、読んでないですけど、入金先を教えてくれって言われましたよ。 でも僕ブックメーカーやってないですからね。で、やってないことも言ってるし。でも動画を撮ってますけど。<laughs> うん。そう。まあ、等身大でいいと思うんですよね。だから、あの、表面上で、その、引き付けた人ってあくまでも表面上なんで、なんか、僕みたいに何でも売るっていうことは多分難しいと思いますよね。例えば、何とかの方法で集客するじゃないですか。 で、それはフックとしてはいいんだけど、そのなんとかの方法だけで終わらしていたら、まあ多分その違う方法って売りづらいんですよ。うん。でもなんとかの方法でフックさせて、結局最終的に自分のファンになっていただけるような発信をしているんだったら、何でも売れます。これちょっと難しい部分はありますけど、まあ、等身大の自分でいいんじゃないですかね。うん。で、あとは等身大の自分が、うーん。 等身大の自分にそんなにエビデンスがないんであるならばまずはエビデンス作りですねエビデンス作りって何かっていうとよこれはドリームアカデミアで教えてますけど無料でもいいんですよまず無料とかで教えてで結果を出させる結果を出してもらうでその結果を使うってことです例えばでしょ久保さんのセルフバック久保さんの場合は自分でそのセルフバックを始めて、えー、なんだまだ未確定だったけれどもそのエビデンスを使ってね売って えー、ターゲットもしっかりして、えー、まだネットビジネスで1万も稼いでいけてない人専用みたいな、えー、ターゲティングもしっかりして、で自分が未確定だけども、そのエビデンスができた瞬間にそれを使ってってっていう話ですけど、じゃこれ別にん、自分のエビデンスが弱いんだったら、お客さんの無料コンサルでもして、セ,セルフバックを教えて、 で、じゃあ、この日、その日にね、例えば、ズームコンサルでもいいですよ。ズーム無料コンサル。じゃあ、ここをクリックしてね、こういうふうにやりましょうと教えて、1日でね、1万円とか上がるじゃないですか。2万円とか、ちゃんとやってもらえば。まあ、さらに言うと、その人がカードが通るんだったら、1、2万出さすのってめっちゃ簡単ですよね。カード通るなったら。<laughs> うん。じゃあ、そのエビデンス使えばいいじゃないですか。僕のズームコンサル、今だけ無料でやってるやつで、昨日受けた人が、1日、 ま、2時間、ズームの無料枠40分で、えー、なんだ、3万円稼ぎましたとかね。それ使えばいいわけですよ。うん。うん。<laughs> なんかね、なんか難しく考えてるんですよね、みんな。うん。シンプルですから。シンプル。うん。僕、ほんとね、自分の、僕なんか今ね、熟成さんの方が稼いでますから。 うん、それも言っちゃってるんですけど。<laughs> まあ、熟成さんもライバルですからね。あの、同じフィールドで戦う情報ビジネス、コンテンツビジネスのライバルですから。から逆に僕の強みは、あ、勝てねえなああこ、あ、このあこの熟成さんに勝てねえなと思ったら、もうジョイントしていくっていう。<laughs> もうジョイントしていくっていうね。そう。ジョイントして、じゃあ、一緒に商品売りましょうみたいな。<laughs> もう、あれ、すぐ乗っかるみたいな、乗っかるっていうね。うん 熟成さんが結果出たら乗っかってくっていうね。そう。これでいいと思うんですよね。うん、だって、等身大じゃないですか。だそれしかできないので。だ自分がじゃあ今日、その熟成さんの結果を超えられるか。じゃあ今月、その、例えば、あなんだ。僕の熟成さんの中で、そう,そうそう、今年最高額出まして、単月で2000万超えそう。1800万か。1800万出ました単月で。うん。で、2ヶ月連続1000万超えですね。 恐ろしいっすね。でま、すぐた音声対談はやりましたけど、だから僕それ超えられないですよ。今の、今のやり方だったら。それわかってるんで。うん。今のやり方で単月で1000万を今の顧客数と今のお客さんの、えー、財布事情、全部大体わかってるんで、じゃあそれで単月2ヶ月連続でい、うん、1000万、1000万とか出す、1800万とか出すっていうのは、めちゃめちゃ難しいです。うん。 それ分かってるんで、まあそれも今言ってますけど。<laughs> だ僕の場合は、そのやっぱ自分のライフスタイルなんですよね。で、その販売する上でやっぱ武器はあった方がいいですから、その武器は結果が出たらね、熟成さんとか結果が出たら僕はすぐ使うようにしてますけども、久保さんみたいに僕隠居ブランディングをやってないので、隠居って言っただけで、なんとなくなんか、あ、隠居してるのかっていう、なんかね、あとあの、風格ですよね。 久保哲郎の風格は僕出せないので、さすがに <laughs>。あの、僕は僕のやり方だね。久保さんはそれをあんま使うことはないですけど僕、僕がやってるようなことは。でも僕がやってるようなことを使わ武器を使わなくても、久保さんは隠居という武器、風格という武器、あとその48歳という武器、そう、年齢が上という武器があって、それは僕は使えないですよね。 うん僕と久保さんが同じことを喋ったとしても伝わる層って全然違うんですよ。これは間違いなく。同じこと言ってもね、気が合うし、久保さんとは気が合うし、同じようなこと言ってんだけど、僕が言ったとしても久保さんが言う,言うだけで久保さんの方がパワーあるんですよ。伝わる層がやっぱ広いですね。リーチは広いと思います。で、僕はまだ浅いですね。ただ僕がもうちょっと年齢を重ねて、ちょっと風格が出て、 ちょっと、なんかその、隠居、隠居じゃないか分かんないですけど、なんか出たら、また伝わるそう変わってくると思います。同じこと言ってても。うん。でも、ありがたいことに、なんか、僕より年上の方が商品買っていただいたりとかするんですけど、まあ、一般的に考えると、僕今38ですけど、なんかその、50とか、50代の人とかね、あのやっぱり、どっちから習うって言ったら、同じ年齢が近い方がいいじゃないですか。 まあ自分と身なりもあまり変わらない久保さんから習った方がなんかいけそうかなっていう気持ちになるだろうしでも30代のね若造からね何こいつ言ってんだって話で <laughs> なんかその素直に受け取ることって結構難しくないですかうんなんかその同世代だったらなんやろな 例えば10代の子が10代に伝えるんだったら伝えやすいけども10代の、まあ、ギャル語っていうのは古いかもしれないですけど10代のギャル語でなんだ60代の人に伝えようとしてもこれ結構難しいですよね最近の若いものは何言ってるか分かんねえなみたいな <laughs> ねそうだから久保さんは久保さんだから年齢も武器なんですよ 年齢も武器ですからね。僕、久保さんに勝てないと思ってるのはそこですから、風格だったりとか、年齢の部分ですよ。だからそういう、そういうことも知ってるんで、年重なれば重なるほど、また勝てるなって、深みが出てくるんで。うん、だからもう、無限ですね。無限に、だからまあ、最終的には、等身大の自分をしっかりと発信し続ければ、 どの年代でもそれが武器になるし、年齢を重ねれば重ねるほどその伝わり方の層も変わってくるし、結局発信したもん勝ちってことですね。やれってことなんですけど。うん。はい。ということで、いろいろお伝えしましたけど、終わりたいと思います。いってらっしゃい。